ジャー選手がステーションがあって移動したばっかりなんですけど、移動してこう起きた頃にこうなんかくっついてるんですけど、これはあそこにいるなんかマネタンクさんっていう方がなんか環境保全してるんですか。ああ、そうですね、エコですね。パワーエコです。結構アストレはもうみんな次何やるか分かってるんで、ああ、うん、もうわざわざあれしないで、そうです、置いといてくれたって。そうです。あ、うん、それか何かトラップがしてあるかどっちかですね。どう思いますか、なんかこのままやるとなんか一番違う、このままやると偉いことが起こるから、一番内側のあのプレートが、あのダミープレートかもしれないですね、形だけで重さがなくて、あいつも怪しいですね。はい、あいつも怪しいですからね。挙動不審です。挙動不審でしょう。どうぞ。どうぞ。これは今度何ですか。今度しゃがむときはこっちの裏側がの膝が違和感出るんですよ。で、こっち今度これはふくらはぎから来るんですよ。うん、でふくらはぎをほぐすと全然しゃがめるように。うん、興味ないですか。どうなんですかね。こうチャンネル見てる、うん、カーフのトレーニングとかってほぼ解説したことないですか。木田選手あんまりあのなんかカーフあんまりやんないですからね今、うん、2週間に1回ぐらいしかやってないです。何気にこうやってカーフ多分アップで撮ったことないじゃないですか。そうですね。多分普通のどうですかね、女性の太ももよりは全然太いですよ。うん、
乗せちゃうことだと思うんですけど、うん、これぐらいですか、自分で掴んでこんな感じですか、うん、もうね、この辺と一緒ぐらいかな、最近セミナーとかやるとあれですね、昔は腕触らしてっていう人が圧倒的に多かったんですけど、うん、最近足触らしてっていう人多いですね。あ、選手ももし体を触れるんでしたら、あれが一番やっぱりそうですね、脱力、完全に脱力してもらった状態から力入れてもらう。あと結構こうやって触る人いるんですけど、多分分かんないですよね、うん、触れるんだったらもうがっつり掴むと、うん、その質感とか硬さとか太さっていうのが分かるじゃないですか、うん、こうギャッと、うん、まあ、多分遠慮して触らせてって言ってもう なかなかそのがっつりやっぱりなんかこう遠慮して触るからこういう触り方になるじゃないですか。選手へこうあのノート捨てちゃうんですか。はい、捨てます。捨てる、はい、捨てます。こちなみに後であの今そうやってなんか前回折り返してますけど、はい、そういう時以外トレーニングの時以外に見たりすることってあるんですか。見ないです。え、見ないですよ。見ないです、うん、まあ、あくまでトレーニングの時に。そうですね、前回とか前々回とかの重量度を高くするのに、それだけです。一時期電子ノート使ってた。あ、使ってましたね。ダメですね、やっぱりあのフリーズしたりぶっ壊けたりするんで、液晶がだんだん映んなくなってきて、うん、違いました。
大丈夫ですか？大丈夫です。これ例えばなんかこういうのでなんかそこが詰まってる感じなのかわかんないですけど、そういうのを例えば家に帰って入浴した後にマッサージバンドやったりとか、そういうことはしない？足トレやってからもう5日間ぐらいは、はい、筋肉痛と激痛で、はい、多分ほぐすこともできないですよ、痛すぎて。なんでやるなら、足トレの2日ぐらい前と前日ですね。今日はちょっとでもイレギュラーですね。いつも最近膝調子良かったんで、どっちかというとこの裏の方が痛いんですよね、いつも、はい、さっきこっちも持ってたんですよ、はい、膝が曲がりにくい痛さだから、はい、今日は逆、通常のあの多分、いや、皆さんが言う膝の痛い感じ。Ugh.